前回のプレミア公開でスパチャしていただいた。負け猫様、生命様、猫森様、竜様、ホムタグ様、A 様、天神様、ブルークロー様、南の島様、デンジャラスゾンビ様、ラグシュート様、目標会員番号50番様、ユーキーミュージックチャンネル様。本当にありがとうございました。お、名曲、猫になれの作曲者ユーキーさんもいるじゃん。YouTube が差し引いた金額の残り分は、すべて全日本モフモフ協会の経費として使わせていただきます。スパチャってなんだよ、そんな話は聞いてないぞ。業務も聞いてないよ。ちょっと前に YouTube から、ユー、始めちゃいなよ、って言われてたので、気にはなってたのよ。これの売り上げ3割ほどが YouTube の売り上げなので、やってほしいんだろうね。で、目標のこともあるし、急に試してみようかなって思ったの。まあ、全くスパチャをいただけなかったとしてもネタ的には美味しいし、いただけたなら経営的にありがたいし、もう感謝しかないわね。この伝説は超えれないと思うが。確かに。ということは、俺らに臨時お小遣いとか支給されるのか。てか、されるよな。お小遣い、本当に、あるわけないでしょ。なんでだよ。あのね、目標の商品は消耗品じゃないの。ということは、一回買ったら次は新しい魅力的な商品を出さない限り買ってもらえないから、すぐに停滞してお金が回らなくなる。在庫が溢れて不動在庫でマイナス何万円。そうすると今度は大きなロット数で注文できなくなる。ロット数が少ないと単価が高くなる。単価が高くなると販売価格が高くなる。販売価格が高くなると誰も買わなくなる。誰も買わなくなると資金が回らなくなる。まさに負のスパイラルね。それは俺らのせいじゃないぞ。まったくもってその通りだわ。お黙り。そうならないために頑張るのが広報担当。いろんな人に、いろんな媒体に、いろんな場所に商品をお知らせするわけよ。人の購買意欲を刺激するための大事なお仕事が広報ってわかってる。お願いです。目標の商品を買ってください。すごくいいものですから買ってください。って言って回るわけよ。それ、マッチ売りの少女じゃん。うめえじゃねえか。あんたたちがうちの広報担当でしょ。もう少し自覚を持ちなさいよ。そんなこと言うけどな、俺らも広報担当として頑張ってるんだぞ。へえ、何をどう頑張ってるわけ？これを買ったら70年間いなかった彼女ができました。これを買った翌日に株で大儲け、念願のフェラーリが買えました。この商品を買ってから血尿が止まりました。ありがとう。とか、ガンガン歌い文句を入れて宣伝しようと企画してんだぞ。ちょっと古代広告かもって気はするけど、気にしちゃダメね。気にしなさいよ。大体血尿って何よ。それって、禁断のブレスレットとか、怪しい系の広告で見るやつじゃん。まあ、100% ないと言い切れない以上、嘘ではないぞ。朝の星座占いみたいなものと考えてもらえれば。当たればよし、当たらなくてもよし。そういういかがわしい広報のやり方はやめなさい。もっと真面目にやんなさいよ。もうすぐ目標に周年の大感謝祭なんだからね。去年やった全部無料の抽選会とか、このままじゃ予算なくてできないよ。やれよ。何のために目標の経理担当やってんだか。全部私のせいなの。当然でしょ。腹立つわー。霊夢、不憫やな。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサです。こんにちは、ヨウムです。猫ちゃんの見つめる先には何があるのかな？あるのは癒しと安らぎの空間だろうぜ。笑顔も忘れないでね。おっと、これは私としたことが申し訳ない。あんたたちバカじゃないの。出た、否定警察。はい。自分の価値観と合わない人を徹底排除するってやつね。何が否定警察よ。猫の目線の先にあるのはご飯とかおもちゃとかで、安らぎの空間とかあるわけないでしょ。はいはい、出た出た。理論武装のマウント取り。まったく心に余裕がないよね。車のハンドルも人生も遊びが大事なんだよ。お前いいこと言うな。遊びがなくてすみませんね。まあ、いつものことですからね。そうですね。もう慣れっこです。言ってなさいよ。で、今回は何やるの？今回は前回に引き続き法律系の話なんだけど、道交法に的を絞って進めていくからね。道交法ってなんだ？道路交通法のことね。免許を取得する際には必ず自動車学校とかで習うもの。これを理解してないと試験に落ちて、免許とか取れないからね。そもそも車やバイクを運転するなら、知らない？では済まされないわ。業務が取れるなら簡単だろ。失礼ね。筆記試験はそんなに簡単なものじゃないんだからね。まあ、わからない問題は即席闇だくじで答えてたけど。ダメじゃん。最近話題のやつで言えば、煽り運転。これも東名高速で煽り運転をした挙句、車外に引きずり出して二人を死亡させた事件をきっかけに法整備がされたのよ。あったな。これは殺人罪でいいんじゃないの？それが、二人が死亡した直接の原因は、後方から来たトラックによるものだったからややこしいのよ。まあ、その因子を作ったのはこの被告なんだけど、この時危険運転致死傷罪で起訴されたのね。ところが、この危険運転致死傷罪では、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為、第2条4号、つまり、車を故意に停止させる行為が危険運転致死傷罪の対象となっていないので、そこが論点となったのね。一審で懲役18年、だけど高裁は適用は認めるが、もう一回ちゃんとやり直せ、として、一審差し戻しとなったのよ。いやいやいや、もう18年でいいじゃん。そうよね。これで長引くのは良くないよ。高裁は、地裁が一旦危険運転致死傷罪の成立を否定したのに、弁護側に対する配慮がないまま、一転して判決で肯定。裁判の公平性が保たれないとのことで一審差し戻しってなったんだよ。検察側も当初は適用されないとなっていたので、無罪になる可能性も考え、予備として監禁致死傷罪を起訴事実として加えた。
でも監禁致死罪と危険運転致死罪では量刑も大きく違うし、ここも論点が分散しちゃったことも理由の一つ。めんどくさいな。昔みたいに仇討ちとかできる制度を作ったらよくない？話が早いと思うけどな。仇討ちも厳格なルールがあったんだよ。そんな簡単なものじゃないよ。そうなんだ。めんどくさいなぁ。そういった経緯もあり、2020年の6月に妨害運転罪、煽り運転に関する改正道路交通法も可決、成立。通行を妨害する目的で蛇行したり急ブレーキをかけたりし、相手に危険を生じさせた場合は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金などの法改正がなされたの。おお、国会いい仕事するじゃないの。さらにドライブレコーダーなどの映像があれば立証もできるから、自分が被害者で泣き寝入りしないためにもつけておいた方がいいわね。業務は運転が上手だから全く問題ないけどね。いや、あんたは加害者になる可能性がすげえ下手だもんな。そんなことないと思うけど。この法改正の本来の目的は煽り運転の抑制にあるんだけど、まあ蓋を開けたら次から次に捕まる。犯罪になった今ですらこんなにあるんだから、法改正前まではかなりの数の煽り運転があったんだと思うわ。みんな心に余裕がないのかな。後で話すけど、煽り運転する人は何もこんなオラオラ系ばかりじゃないんだよ。え、そうなの？てか、本当にこんな感じなのか。このポスターはちょっと大げさじゃないの？煽り運転してる人や煽られてる人の心理をよく表していると思うよ。そうかな？この間は自転車で煽り運転やって捕まってたわよ。おいおいおい、どうやって自転車で煽るんだよ。さっき言ったでしょ。妨害目的での蛇行や急ブレーキなどは煽り運転になるんだって。これ、テレビで見たよ。わざと車の前に急に入ったりしてたよね。そうそう、ドライブレコーダーで立証されたんだよ。こんなことを結構繰り返してたみたいで、地元ではどっこり男って呼ばれてたみたいね。なんてカッコ悪いネーミングなの。ダサすぎる。俺がこんなネーミングつけられたらその場で自害するぜ。ロッコリマリサ。マリサロッコリン。のー。あら、自害しないね。追い込み方が足りなかったかな。なんて恐ろしいことを。お前ら俺を殺す気か。有言不実行ね。むむ。自転車も一応軽車両扱いだから、お酒飲んで運転すると捕まるわよ。マジで。道路交通法第65条。なんとも、酒気を帯びて車両などを運転してはならない。これ、実際に捕まった事例もあるからね。捕まった人いるんだ。福岡県警は12日午前3時頃、付近をパトロールしていた同署員が、歩道上を蛇行しながら走行している自転車を発見。停止を命じて女に職務質問したところ、会話ができないほど酒に酔っていることが判明。アルコール検知を実施した際に高濃度のアルコール分を検出したことから、道路交通法違反、酒酔い運転の現行犯で逮捕した。女は容疑を否認しているという。現行犯で捕まって、容疑を否認するって。これ、酒は飲んだけど、自転車を運転してはいない、という主張みたいね。じゃあ、酒を飲んでも運転しないで押せばいいのか。そうね。それだと大丈夫みたい。この自転車で捕まるのは、酒酔い運転のみで、酒気帯び運転は大丈夫なんだよ。どう違うの？酒気帯び運転は、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が 0.15mg 以上検出された時、となっているね。これに対して酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態、となってるわ。え、具体的な数字とかじゃないの？会話が成り立たないとか、まっすぐ歩けないなどで判断されるようね。まさかの主観かよ。これは主観でも完全にアウトだと思うけど。自転車の場合、酒気帯びなら捕まることはないけど、これがもし酒酔い運転なら5年以下の懲役または100万円以下の罰金だからね。なるほど。それは全力で否定したくなる気持ちはわからんでもないな。でも現行犯逮捕なら無理くない。どんな状態でもちゃんと喋れるように訓練しとかないとダメということだな。なるほどね。いや、運転しなきゃいいだけなんですけど。車の屋根に乗って走行し逮捕。走行中の軽乗用車の屋根に乗ったとして、別府署と県警交通指導課は7課、木次市の建設作業員の少年、19、を道路交通法違反、乗車席再方法違反の疑いで大分家裁に書類送致した。車の屋根に腹ばいで乗って走行する動画が SNS にアップされ、捜査していた。3人は、何か面白いことをしようという話になってやった、と容疑を認めている。またかよ。これもまた SNS で動画アップして大事になるパターン。警察に何件も通報が入っていたらしいわ。そこまでして目立ちたいのかな。見て欲しかったんでしょうね。乗車積載方法違反とは、法令で定められた交通違反の一つで、自動車や自転車の荷物を所定の積載装置、トランクやカゴなど、以外の場所に乗せて走行させること。車両の運転に対して妨げになるような荷物の積載をした場合にも、乗車積載方法違反となる。つまり荷物扱いされて、それが違反だと。まあ、車の屋根は人が乗車するところじゃないからね。設備外乗車っていうのがあって、屋根や荷台に乗車しようとするなら許可申請しないといけないの。刑事ドラマみたいなことやりたかったのかな。犯人の車にしがみつく刑事、振り払おうとする犯人、みたいな。いや、何にも考えてないと思うぞ。これね、同じようなことをやって、死亡事故になったケースもあるんだよね。2010年、屋根に人を乗せて蛇行運転、横転で4人死傷。千葉県銚子市内の国道126号を走行中のワゴン車が蛇行を繰り返した後に横転する事故が起きた。この事故でワゴン車の屋根部に乗っていたとみられる男性1人が死亡。運転者を含む7人も重軽傷を負っている。うわ、最悪だ。ちなみにこれ、飲酒運転だったんだよね。もっと最悪だ。酔った勢いで悪ふざけをやって、それが楽しくなりすぎて、気がついたらやりすぎてた。って感じか。そもそも飲酒運転だから運転しちゃダメなんだけどね。あんたも運転の時は飲みなさんなよ。業務はノンアルコールビールオンリーだからね。全く問題ないわ。ノンアルコールビールをピッチャーで持ってこいっていうの？お前くらいなもんだぞ。どうせたくさん飲むんだからそっちの方がいいじゃない？こいつわざわざジョッキをもらってそれに注いでるんだぜ。頭おかしいだろ？いいじゃん別に。
業務はビールを飲んでるって気分に浸りたいのよ。はあ、この一杯のために生きてるわ。それをやるのにジョッキは必須ね。そうですか。じゃあ、ここからはどういったことが違反になるか、ざっと見てみるからね。シートベルトをしなかったら違反とかそういうの。まあ、そんな感じね。道路交通法第71条、泥跳ね運転違反。これは、ぬかるみまたは水たまりを通行するときは、泥除け器をつけ、または徐行するなどして、程度、汚水筒を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること、とあるわ。あるある、車がすごい勢いで水たまりの中に突っ込んで、歩道の方にまで水しぶきが飛んでるの見たことあるよ。そういうのがダメなわけよ、意外と多いんじゃねえか。この泥跳ね運転違反、反則金が普通車6000円、中、大型車7000円の罰金。点数は引かれないみたいね。今はいろんな車にドライブレコーダーとかあるから、どこでどんな風にさらされるかわかったもんじゃないわよ。車名入りの車とかだったら最悪だな。道路交通法第54条、警音器の使用等。車両などの運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない、となっているわ。反則金、3000円。点数、なし。ところが、鳴らさないといけない場所で鳴らさなかった場合も違反なんだよ。警音器水鳴義務違反。こっちの方が厳しいのは事故に繋がる可能性が高いからだね。鳴らさないで違反になるのか、これは意外だったな。たまにさ、反対車線の車がずっとクラクション鳴らしっぱなしで用務の車の横を通り過ぎていくの。あれって頭に来るよねー。なんでそんなことするんだろうね。それはお前が逆走とかしてるからじゃねえか。そんなことあるわけないじゃん。用務はいつでも安全運転。免許は無事故無違反の証、ゴールド免許なんだからね。いや、この間の運転を見る限りじゃデタラメだったような。悪運強いんだろうね。何その言い方、無事故無違反だって言ってるじゃん。はいはい。道路交通法第20条、高速道路で追い越し車線を走り続けてはいけない。反則金、普通車6000円、大型車7000円。点数、1点。通常通行帯っていうのは左から1番目の車線になるんだけど、3車線の場合は右側が追い越し車線となる。で、この追い越し車線はずっと走ってはいけないという決まりがあるのよ。え、どこでも好きに走っていいんじゃないの。やっぱりあんたは免許を返納しなさい。ちょっと忘れてただけじゃん。知らなかったの間違いだろ。これも揉め事の原因になるから、通常運転時には基本的に左車線を走行するのがベスト。なんで揉め事になるんだ。高速道路の右車線は追い越し車線でずっと走行してはいけないって知らない人もいてて、70キロくらいで巡航とかされたら危ないわけよ。なので後ろからパッシングされたりクラクション鳴らされたりということもあるのよ。これをやられた方は、煽り運転されたとか逆切れして煽り運転返しとか、その煽り運転返しされた運転手がヒートアップして逆に煽り運転返ししたり、さらにはだから、最悪ね。なんなの、煽り運転返しって。でもこれを遵守しておけば、車はスムーズに流れるから、気が短い人の導火線に火がつくこともない。まあ、常磐道煽り運転殴打事件みたいな人間もいるから、身を守る意味でも追い越し車線を行ったり来たりするのはやめた方がいいわね。あれは衝撃的だったな。この事件も、法改正を強く後押しした事件だったと思うわ。なるほど。道路交通法第75条の10、高速道路でのガスケット。自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水もしくは原動機のオイルの量または貨物の積載の状態を点検し、とあるわ。というわけで、ガス欠させてしまったら反則金、普通車9000円、大型車1万、2000円、点数、2点。誰しも忘れるってことはあるだろ。高速道路のパーキングエリアにはガソリンスタンドがあるから、もし入れ忘れてもそこで入れればいいよ。だいたい50キロ間隔で設置されてるらしいし、あとは運ね。途中で止まったらやだな。これね、場所によっては100キロ以上ない場合もあるの。舞鶴若狭道では、京都府から福井県まで160キロ以上にわたってガソリンスタンドが設置されてないの。入れ忘れてたら終わりじゃん。一応警告の標識はあるようだけどね。しかも、錦サービスエリアのガソリンスタンドは上下ともに7時から22時までの営業。つまり、この時間帯は錦サービスエリアでも給油は不可能なので、おおよそ200キロ近く給油ができない、魔のエリア、と呼ばれているわ。恐ろしすぎる。こんな場所がいくつもあるので、給油はこまめにやっておいた方がいいわよ。2点引かれて9000円も払うなんてバカらしいからね。トンネルの中で止まったりしたら最悪だな。道路交通法第27条、他の車両に追いつかれた車両の義務。これは追いついた車両が追い越し終わるまで速度を増してはならないということなので、後ろの車が追い越し車両に車線変更した際は、無用にスピードを上げてはいけないということね。そんなの悔しいじゃん。何言ってんだお前。そこで引いてしまったらなんか夢とか、機械とか、大事なものを失ってしまいそうで。ゾロノアゾロかよ。あんたは意味もなく競争意識を高めなさんな。トラックとか絶対抜かせないぜ、みたいなそんなイメージあるけどな。確かに昔の映画っぽいイメージがあるよね。今時のトラックはそんなに速度を出せないわよ。え、意外と知らない人が多いけど、今時のトラックは規制されてるからね。速度を出したくても出せないし、無茶な運転すればその時点で、デジタコと呼ばれる運行記録計に記録されるから無茶できない。そうなのか。ネットでの流通量も多くなってきてさらに忙しい物流業界。
どんなに急いでいても速度規制や労働時間規制とかあるから、連続運転とかできないし、かなりやりづらいだろうね。コンビニ関係のトラックなんて法定速度で走ってても、ちょっと追い抜いただけで本部にクレームが来るらしいからね。クレームは無双だな。なのでトラックドライバーは普通車より安全運転をしないと務まらないのよ。全部記録されるから嘘ついてもすぐバレるしね。デジタコがついてないトラックは知らないけど、なんか息苦しい世の中だな。こういったことって、誰かが大きな問題を起こすから規制されるのよ。確かに、最初の煽り運転なんてまさにそうだもんね。でもね、こんな法もあるんだよ。道路交通法第76条の4、歩行者の酒によって交通の妨害。道路上で酒によって交通の妨害となるような程度にふらつくことは禁止ということで、歩行者でも罰金があるんだよ。いくらだ？5万円以下の罰金。車とか運転してねえのにか。路上で自分をコントロールできないのは論外ってことかな。まあ、道路で寝られても大迷惑なわけだし、そこまで泥酔しなさんなってことだよ。それで思い出したが、昔警察24時でフラフラしてる車がいたので警察が職質をしたんだよ。あんたそういった番組が好きだもんね。ワクワクするじゃん。特に好きなのは麻薬 G メンと万引き G メン系だな。そうですか。で、それがどうしたの？それで警察が車の窓を開けるように指示し、お酒とか飲まれてませんか？って聞いたわけよ。そうしたらその親父さんが、ああ、飲んどるよー、よか酒やったー。って大満足で答えたもんだから現行犯逮捕。バカすぎる。誰かといい酒を飲んでたのなら、もうしょうがないなってテレビを見ながら少し微笑ましく思ったのはいい思い出。あんた何言ってんの？しょうがなくないわよ。何がいい思い出よ。酔っ払いに何言ったって無駄だぞ。なんでよ。わけがわからなくなるから酔っ払いなのだよ。わけがわからなくなってるから道路でも寝れる。だから寝ちゃダメでしょ。この日本から種類をなくせば飲酒系の事故や事件は一気になくなるが、それによって暴動が起こるだろうな。アメリカの禁止法かな。もしそうなったら密造酒で一儲けだな。一説によると、あのアルカボネはその密造酒で年収6000万ドルだったそうだぜ。6000万ドルっていくらかわかってる？バカにすんなよ。そんなの簡単じゃねえか。6000万円だ。全然違うよ。今のレートだと約64億円だよ。なんだと？早速今から国会の前で禁酒運動を始めようぜ。法改正がされて日本が禁止国家になったらすぐに酒を作るぞ。あんたお酒の作り方とか知ってんの？クックパッド見ればわかるだろ。問題ねえよ。問題しかないわよ。むちゃくちゃだ。サンダルやハイヒールなんかで運転したら反則金。普通車6000円、中、大型車7000円。点数はなし。スマホやカーナビの操作をしながら運転する、いわゆるながら運転は結構重いわよ。反則金は普通車1万8000円。罰則は6ヶ月以下の懲役、または10万以下の罰金。点数は3点、ながら運転、やべえな。でも、これは携帯使用や保持の罰則で、携帯等によって交通の危険を生じさせた場合は点数6点で一発免停。さらに、1年以下の懲役、または30万以下の罰金。これは反則金はないわ。おお、厳しいやんけ。それだけ事故が多くなってきてたからだね。なるほどね。さっきも言ったようにいろんな人がやらかして、法改正はされていくわけだから、いろんなことがその都度改変されていくわけ。これは会社とか学校とかでも同じ。人がいる限り問題は常に出てくる。でも、それをできないようにすると、また別の事柄が起きる。それをできないようにするが、と、まあこれの繰り返しだね。だんだんと規則や罰則にがんじがらめになっていく。何にしても世知辛い世の中だぜ。最初に出てきた煽り運転も、みんながみんなオラオラ系じゃないという話。これって実は真面目なタイプが起こしたりするのよ。そんなわけないじゃん。真面目なタイプっていうのは常に安全運転をしてる自負があるわけ。で、急な割り込みや、急ブレーキ、ウインカーなしでの車線変更なんかに遭遇すると切れるわけよ。そういうのが許せないのね。このポスターはもういいから。急な割り込みとかウインカーなんかはわからなくもないな。車の中でその時だけ起こって済ませればいいものを、追っかけてベタ付けして、蛇行運転して、はい。立派な煽り運転の出来上がり、怒りの沸点が引っ過ぎやしないか。この煽り運転、実は時間のない人や正義感の強い人なんかもやってしまう傾向にあるみたいね。身近にもそういう人がいてて、真面目なんだろうね。いい加減な運転が許せないらしいのよ。自分の車両に対して急な割り込みとかされようもんなら、追っかけて相手の車を止めて説教してたらしいの。そこまでしなくてもよくない？言い分としては、誰もが注意しないから図に乗る奴が増えるんだ。そういった奴にはやかましく説教してやらないと、だって、気持ちはわからんでもないが、これは切れすぎだろ。マスク警察に似た何かを感じるけど、ところがある時、無茶な割り込みされて、説教するため追っかけてパッシング、すると今度は煽られてる方がぶち切れて急ブレーキ。車から降りてきて、てめえ、何煽ってんだ、と警察が出動する大騒ぎに発展。自分も煽り運転をしたっていう自覚はなかったわね。自分正義なら当然だろ。正義感が強すぎて逆に犯罪行為に走ってるという。それって正義感なのか。最近はなんかそういう人多いよね。この間ドラマでさ、犯人が車で逃走するシーンで乗り込んだ時、シートベルトしたんだよ。警察に追われて逃走するとき、普通シートベルトとかしないでしょ。多分あれ、クレーマー対策だと思うんだよね。ああ、それ言う人いそうだね。そんなことでクレームとか入れてたら、こんなのとかどうなるんだ。何これ？映画、ワイルドスピードだぜ。なんで人が飛んでるの？この戦車は何なの？この映画、ワイルドスピードは前作品、どこもかしこも違反だらけだぞ。ちなみにコロナの影響で延期されていた最新作が、もうすぐ公開されるんだぜ。しかし、こんなド派手なアクションすら楽しめん奴らがいるとは。世知辛い世の中だぜ。これは現実感なさすぎでしょ。交通違反のレベル超えてるじゃん。